それでは始めさせていただきます、皆様お忙しいところようこそおいてくださいました、私は本日の司会を務めます原子力資料情報室の松久保と申します。本日はですね、世界の原子力産業状況報告2017と題しまして、私ども原子力資料情報室、あとグリーンアクション、新外交イニシアチブ、原子力市民委員会、あと高木基金というですね、5団体でですね、共催させていただいておりますイベントになります。まずはじめにですね、お詫びを申し上げさせていただきます。当初ですね、案内させていただいていた、紙の方にですね、スケジュール上経済産業省にパネリストとして登壇していただくということになっておったんですが、ご案内させていただいていたんですけれども、残念ながらですね、登壇いただけなくなってしまいました。先方をですね、検討中ということで、先日まで、連絡があったんですけれども、先週の金曜日になってですね、都合がつかなくなったのに登壇できないというふうなご連絡をいただきました。私ども原子力資料情報室ではですね、今年の2月に、国際シンポジウムを開催したんですけれども、その際にも経済産業省にパネリストとして、登壇をお願いいたしました。その際もですね、残念ながらご登壇いただけませんでした。誠に残念だ、と考えております。さて、福島第一原発事故からですね、今6年と大体9ヶ月ぐらいが経とうとしているわけですけれども、日本ではですね、今年度末に向けて2030年までのですね、日本のエネルギー電力等々のですね、計画を定める、エネルギー基本計画というのが議論されている真っ最中です。でその中ではですね、2050年に向けて原発の、新増設を議論するべきであるといったですね、議論がなされているところです。で政府はですね、電源構成に占める原発比率は20から22% というふうに定めていまして、これを維持するためには原発新設が必要であるということを言っているわけです。一方でですね、世界の原子力をめぐる環境は激変に次ぐ激変を、迎えているわけです。原子力産業はご案内の通りですね、フランスのアレバ社はほぼ破綻状態にありまして、ウェスティングハウスを抱えている東芝も、大変な経営危機な状況に陥っているわけです。で、1期1兆円超えるですね、建設費とかですね、資源価格の低迷とかですね、あと再エネの普及などが相まった結果ですね、原発のコスト競争能力というのは、引き上げて、劣化している状況であるということは諸外国の状況から明らかなわけです。でこのような状況でですね、ましては福島第一原発事故、東京電力福島第一原発事故を経験してしまった日本でですね、原発にいつまでも固執してよいのだろうかというのはですね、一般市民の常識的な疑問ではないかなというふうに思います。で本日ですね、ご講演いただくマイケル・シュナイダーさんはですね、世界の原子力をめぐる状況を長年分析されてきたスペシャリストです。で世界の原子力をめぐるですね、最新事情を伺いながらですね、今後の日本のエネルギー政策を持続可能性のあるものとする方向性をですね、見出せればよいなというふうに考えております。で本日のスケジュールの方をご案内させていただきます。でまずこの後すぐにですね、シュナイダーさんからご講演いただきまして、その後内容に関する簡単な質疑を行わせていただきたいと思います。6時15分からですね、10分間ほど休憩を取らせていただきまして、でその後、パネルディスカッションを開始させていただきます。はい、すいません、16時、15分から10分間休憩、すいません、はい、16時15分からです、申し訳ないです。はい、でその後ですね、パネリストはマイケル・シュナイダーさんのほかにですね、プラントディギスタで原子力市民委員会の委員をされているですね、筒井哲郎さん、あと原子力資料情報室のバーン秀幸で、司会はアイリーンさん、アイリーン・ミヨコ・スミスさんになります。で冒頭お二人からですね、筒井さんとバーンさんからそれぞれコメントをいただきまして、その後ディスカッションという形を考えております。でお手元にですね、質問用紙を用意させていただいております。で、その用紙の中にですね、質問やご意見などをですね、お書きいただきまして、係の者にお渡しいただければですね、パネルディスカッションの、中でですね、使わせていただきますので、ぜひお書きいただきまして、係の者の方にお渡しいただけますようよろしくお願いいたします。なおですね、シュナイダーさんのですね、資料配布資料なんですけれども、こちらちょっとお手元にお配りしているものとですね、プレゼンテーション帳を使うものが若干異なっております。でもしですね、この新しい方のですね、最新版の資料をもらいたいという方はですね、受付の方にですね、名刺など置いていっていただくか、もしくは、ご連絡先ですね、いただければ、
後日ですね、メールか郵送で発送させていただきますので、ぜひご連絡のほどよろしくお願いいたします。では、本日長丁場になりますけれどもよろしくお願いいたします。Well, hello everybody. Thank you very much for attending this session. I think the nuclear issue is internationally more in the news than ever. And I think this was a very fast year. So a lot of different events happened all around the world. So that's what we will be talking about. 本日はご参加ありがとうございます。で今年はですね原子力においては国際的にもういろんな動きがありました。で、非常にいろいろ素早く状況が変わったりそれから、いろんなことが起こってきたわけです。でそれについて本日お話ししたいと思います。 Also I'd rather stand down here because it's kind of funny standing up there anyway. ここでこの会場のこの下のところでお話しさせてもらいます。 And this way I can show something on the slides as well. So that's a little more helpful. こうすれば自分もスライドを見れるのですいません、この下で話します。To begin with, we are publishing this annual report now for the 10th time since 2007. It's become sort of a more and more elaborate work. We hope that you can see that we're making progress in quality and also in substance. Yes, この報告ですけれども、この世界原子力産業現状報告、これはですね、2007年から出版を毎年始めまして、そしてですから今年は10年目を迎えます。で、この10年間、もっともっといろいろ複雑化してきまして、そしてこの流れを見ていただければ、出版を始めた時から今まで、もっといろんなことを向上させてる、もっといろんな情報を入れてる、そういうのを見伺っていただければ嬉しいです。Now I'm the convening lead author of this project, but I'm obviously not working alone. This is a teamwork. So, で、私はこの報告書の主要出筆者でありますけれども、発行者兼発行者でありますけれども、明らかにここでご覧になるように、これは共同作業で行っています。So there's six main co-authors from six countries.And it's maybe also interesting to see that beyond being very international, it's a diversification in expertise. So we have three energy policy experts, two physicists, one equity analyst for the first time. We have a data engineer and then the usual designers, webmasters, etc. So it's a project with quite a bit of diverse expertise.でこの報告書はここに書いてあるように、6人のコーオーサー、協調者がいます。6カ国から来ています。でこの、出筆者たちはですね、これ国際的いろんな国から来ているということもありますけれども、いろんな分野の方が参加しています。ですねこの数名はエネルギーポリシーの専門家3人ですね。で2人は物理学者で、1人は今年初めてなんですけど、このエクイティの専門アナリスト、それからあとはデータの整理とかウェブデザインとか、みんなで協力して出版をしてます。 Now let's jump right into the oversight of data. We're always trying to provide an overview over a long period of time because it's very difficult to understand energy policy in an overview over a few years. You need a long period to see what is actually going on.
まず次中身に入っていきます。私どもはですね、この報告書の中でそのごく数年だけ見ると全体が見えないので、非常に長期にわたっての移行、そういうグラフを示しながら、そういう枠で解説をしています。 For example, if you just looked at, you know, events happening over the past 10 to 15 yearsYou would get a very different impression of what is going on than if you look back, over the past 50 years. 例えばですね、この10年、15年、最後のところですね、一番右側だけ見ると、得る印象っていうのはですね、この全体像を見るときと印象と随分違うわけですね。全体というのはこの50年間遡って、この50年間半世紀を見る。So we have had in 2015 and 2016 10 startups of nuclear reactors in the world, which was the largest number, that we have seen over the past 25 years since 1990. 例えばこの2015年と2016年には10基の新しい原発が稼働しました、スタートしたんですけれども、でこれはですね、この25年間、1990年以来一番多くの原発が稼働したわけです。 But if you go back further, you see that the number 10 is not so high compared to earlier years, especially in the 1970s and 1980s. しかしこの10期ですけれども、ずっと遡ってみると、例えば1970年代とか80年代、この時に見たら10期が運転開始というのは決して大きな数字ではないわけですね。 Furthermore, in the first half of 2017, we have seen two reactors coming online, one in China and one in Pakistan, built by a Chinese company.で2017年 の, 上半期ですね、2基の原発が稼働してまし た, しました。一つが中国で、もう一つがパキスタンでですけれども、これは中国が所有、のがオーナーで、の原発です。 A third reactor started up in, after the, in the second half of, this year, in, again in China.で今年の後半、2017年の後半に3期目が稼働しました。これは中国で稼働しています。 However, 17 reactors were scheduled for startup in 2017 when we released our report last year. しかし昨年この私どもの報告書を出版した時にはですね、2017年には17基の原発が稼働始めると、稼働するということになっていたのです。11 of those 17 reactors are already being pushed back into 2018 or even beyond. で、その17基のうちの11基はもうすでに2018年、または2018年以降の稼働ということになっています。延期されてます。And we're getting towards the end of the year, so we'd see another three reactors coming online, which is very, very much behind.Planning even in the middle of, last year. で、もう12月になってしまったので、この3期でもそれ以上は動かない。だからこれは去年の予定よりも大幅に後退しているということを意味します。 Now if we look at the same graph, exactly the identical graph, I think this battery of this thing is low, so if there's, maybe some backupmicrophone at some point, that would be helpful. We have the same, exactly the same, graph here, except that we're highlighting China. で、次にお見せしているグラフ、これですけれども、先ほどとの違いはですね、基本的に同じグラフなんですけれども、中国を中国の部分を明記したものです、こちらの方は。 So if you look at the, you know, the picture since the early 1990s, it's totally, dominated by China.
ですからこのグラフでご覧になるように1990年代の初期からはですね、全く中国が、そのメインプレイヤーになってます。 So if you think China away, we would see a very steep and significant decline over, even over those past 25 years. ですからこの25年ですね、この中国で原発が建設されているっていう要因を外せば、どんどん減っていってるっていうことが分かります。Now it's not surprising that we see 2011 a column that is pretty long, because 2011 was of course the Fukushima disaster, and in fact this column is getting longer. If you have seen this graph before, last year it was not as long as that, because in the meantime reactors have been decided to be shut down, and we correct.The data retroactively, because for us, it shutdown means last electricity generation. この2011年のところ、これはもうもちろんご覧のように非常に大きなマイナス、要するに廃止止まってしまった原発ですけれども、ここの、下の部分が非常に長いですね。で、これはもちろんこれは福島の原発事故によってこの非常に大きな数字になっているんですけれども、これがですね、去年の報告書を見れば2011年はもっと短いです、もっと少ないです。それは何かっていうと下方修正してるんですね。今年の報告書では2011年には止まったけれども、結局はそれがこの1年の間に廃止になった。ですから修正して今年のグラフこのようになっているわけです。 So how many reactors are operating? This is the accumulation of the number of reactors in operation in the world. さてこの次のグラフですけど、これはですね、世界中で稼働している原発の累積です。はい、運転容量です。So we have this uninterrupted rise until the end of the 1980s, and then we have a flat development until the events of 311. We have the break-in, and then we have a slight increase since. で、ご覧のように1980年代の終わりまではずっと伸びていきまして、そしてそれからは非常に長い時期平らでいて並行していまして、で2011年が起こる、で下がる、でこの近年この短いこの 1,2 年ほどちょっと上がっていると、増え、はい。So even with this increase, if you look historically, you have to go back all the way to 1987 to find a number as low as that.で、この世界中の原子炉との運転容量ですけれども、この今の現在の状況っていうのは遡ると、どのぐらいまた少ないのがあるかっていうと、1987年まで戻らなければいけないわけですね、その同じ数字。 So the, historically the highest number of operating reactors was in 2002.で全体でですね、一番最高の容量のピークは2002年に起こりました。And the red line here is the installed electricity generating capacity from nuclear power plants. ですね、この赤い線が運転容量ですね。赤い線。運転容量、はい。And the maximum was achieved in 2006. で、それは2006年にピークしてます。つまり、青いバーグラフは運転中の原子炉の数で、で、赤い線は容量です。そのピーク、容量のピークは2006年。So not in 2010, just before Fukushima. だから、福島の前にすでに long before. 減っていたわけですね。はい。合計の原子炉の数は2011年の福島事故の前から減り始めたということです。Now, if we're looking at the actual generation of electricity,
This was number of reactors and the installed generating capacity. If we look at the actual generation of nuclear electricity, we have reached, and that's not a surprise, it's the same year as the highest capacity. 2006 was the historic maximum of nuclear electricity generation. さて、あの原子炉の数とかでなくて発電量をお見せしてます今度は。この発電量ですけれども、これは世界の原発の発電量で、そのピークは、まあ、先ほど言っていたあの容量とまあ同じ2006年マッチングするんですけども、ピークがこの年でした、2006年。The blue line shows the share of nuclear power in the overall electricity generation.でこの青い線ですけども、これはですね、あのその電力の発電のですね、原発のシェアを示しています、パーセントです。And we see that we have had the historic peak 20 years ago, 1996. で、ご覧のように、ピークは1996年です。With roughly 17.5%.Compared to what we have now, which is roughly 10.5%. ですから、あのこれはあの電源、あの原発のですね、電源あの構成比ですけれども、1996年のピークが 17.5% の、まあ、電気が原発で作られていた。で、2016年は 10.5% です。So this has, the share has stabilized.Roughly over the past few years, it's a very slight decrease, but the decrease is probably within the uncertain statistical uncertainties. So we say it's roughly stabilized. ですからシェアはだいたいこの何年間安定してますね。原発が占める送電電力のシェア、かすかにあの変わってますけども、まあ基本的にだいたい同じです。Now, 誤算範囲に入る。Electricity generation increased by roughly 1.4%. ですから、そのシェアはまあかすかに下がっているんですけども、生産量、要するに発電量はあの少し上がりました。去年この一昨年から、1.4% 上がったんですね。So it's very small. 非常にですから量は小さい。少し上がった。And we're still about 7% below.The maximum, the historic maximum. で、それはですね、あの今の現状はあの過去のシェアのピークより、まあ、随分あの少ないわけですね、17.5 と比べて。But exactly as in 2015, the entire increase, which in 2016 was roughly 35 terawatt hours, is due to China.この、 あの、少し上昇したのはですね、これ全部中国での建設、あの中国で の、 あの発電によるものです。はい、35テラワットアワー。China increased by 23% its electricity production from nuclear power. 中国はですね、あの原子力によるじゃなくて。まあ、原子力によるあの送電力のシェアが 23% になりました、上がりました。By more, it increased by more than the overall world increase. So it's China alone. ですからあの中国だけでもその追加した電力の量が世界中 の、 あの追加した電力より多かったわけです。Now, which countries are generating and using nuclear power? There's 31. Here is the top 20. はい。世界中で原発で電気が作られているところはどこか。あのトップ20の国々があのここです。今、このグラフ。For a long time, it's been the United States, the largest generator, and France as the second largest. Together, they generate about half of the nuclear electricity in the world.でもう長年あの米国とフランスが一番トップで、そしてあのその2カ国合わせれば世界中の原発の電力の半分をあの作っていたわけです。China has moved up
one position again is now number three, has passed Russia.中国が順位が上がりましてですね、以前は4位だったのをロシアを超えて今3位になっています。 Now the numbers on the year's numbers on the side are indicating the historic peak generation of nuclear power in the respective country. で、この薄く出ているこの、年ですけれども、これはですね、その国のピークですね、一番原発の電気が作られた年です。 Interesting to see like Japan, the largest nuclear electricity generation was already in 1998. 例えば日本はピークは1998年、 Not in 2010. だから2010年、福島の直前でなく、もうすでに1998年にピークを達していたわけです。 But also other countries like I mean、In France, it peaked in 2005, and the U.S. in 2010. 例えばフランスは2005年が一番最大量でした。米国は2010年。Now, on the other side, you have the share of nuclear in the electricity generation. で、右側の方のバーグラフはですね、これはですね、原発が占めるその電源構成比です。パーセントですね、シェア。And you see that some of the countries, it dates even back to the 1980s when they peaked the share of nuclear in their electricity generation. で、このシェアがピークしたのはいつかっていうと、もうある国々にはもう1980年代にはもうピークしてしまっていたわけですね。So the only countries besides China, the role that China played, we have seen.That actually peaked post 3/11 were three Eastern European countries: Czech Republic, Ukraine, and Russia. で、このピークを達したのがですね、この2011年以降ピークを達した国々はですね、中国以外3カ国だけです。それはすべて東欧にありまして、チェコ、ウクライナ、ロシアです。Now, in order to get an idea of where this is going, it's always good to look at how many reactors are in the statistics as under construction. 次にですね、この全体をこの状況を把握するのにですね、原発がどのぐらい建設されているかっていうのを把握することが重要です。And again, it's a wonderful example why it's so important to look over the long term. これもですね、要するに長期にわたって見るのが重要だっていうことがわかると思います。If you just look for 10 years, it doesn't give you the complete picture of the history. この10年間だけ見ると、全体の傾向がどうなってるか、全体の歴史がどうなってるかっていうことを見ることができません。Also, it's interesting to see the developmentsince 3/11, where the numbers peaked in 2013 at 67 and has been declining since. で、この最後よく見ると面白いんですけども、それは何かというと、3.11 以降ですね、福島事故以降、ピークしたのが2013年で、それから下がっています。So by the middle of the year, we had officially 53 reactors under construction. で、2017年、今年のちょうど半ばはちょうど53基の原発が建設中でした。です。Now who's building? And in fact, we'll see that the number already changed.はい、で次は、誰が建設しているかということを見てみます。でそれがもうすでにどんどん変わっています。Actually, it's the same thing up on the screen that you have in the paper. But it's not in the same order, and some of the slides are taken out, which you will find out.皆さんは今紙とか見てらっしゃると思うんですけど、ちょっと順番が変わったり、スクリーンを見た方が確実かもしれません。すいません。Thank you. And by the way, if there's any clarification questions, I don't know whether this has been said before, but please ask
clarification questions right in the middle. もし皆さんが何か分からないことがありましたら、ちょっと確認したいことがありましたら、途中でもいいから手を挙げてください。途中でもお答えします。This is not an invitation for debate in the middle. Only clarification questions. これが途中で議論するということではなく、確認するということで、もしありましたらぜひ。Back to the slide.So the only country that is really building is China. What changed since the middle of the year is one additional Chinese reactor was started up. So that makes it 19 under construction officially in China now, and 52 under construction globally. However, the other thing that changed is that two American reactors were...the construction was abandoned after the middle of the year. はい、でスライドに戻りますが、建設しているのは、中国のみになってます。で、今年なんですけれども、1個がまた始まりまして建設始まりまして、今は中国では19基。が建設中となっております。で、全世界的には52基が建設中でありまして、でそれは変わっていることの一つなんですけど、もう一つは、米国では、2つの、原子炉は、保留となっています。So we only have two more reactors under construction officially in the U.S. And the Public Services Commission in Georgia, where these reactors are built, have just come up with a paper saying that the project is economically not viable and should be abandoned.ですから、米国ではこの2つの、さらに2つの、原子炉は、建設は保留となっているんですけれども、それがジョージア州で建設中なんですけれども、それがジョージア州の、その、当局は、最近、ペーパーを出していましてですね、この原子炉は経済的に、できないではないかっていうペーパーを最近出してます。So maybe we have zero reactors under construction in the U.S. by the middle of next year. だから来年ぐらいではアメリカは、多分建設中はゼロになるんではないかなと思います。Some confusion exists about a reactor in South Korea, which officially was not under construction.Until the middle of the year, and it was announced after the half of the year that, oh yes, we have one reactor under construction. ちょっと、韓国ではちょっと混乱がありまして、これは今年の真ん中ぐらいまでは建設中はないですっていう報告があったんですけれども、でもどうもなんか後半になると、いや一機あります、建設中ありますっていう報告に変わりました。 So then the new president Moon came in and stopped all construction. でその後ムーン大統領が当選して全ての建設を中止にしました。 Then the citizens committee came in and said they should finish construction on two reactors. So officially they restarted. So I don't know exactly what they're doing.でその後は公論化委員会っていうのがありまして、で報告出して、それがやりますっていうことになったんですけれども、ちょっとそこら辺はちょっと不明なところあります。私もよくわからないです。 Oh, maybe I should highlight one point. It's 37 reactors that are officiallylate, and we have realized that about half of them have increased the delay over the past year. So not only there are delays, but the delays are getting worse.
で最後に1点だけ強調したいんですけれども、今37期が、遅れています、延期となっているんですね。でその中に半分ぐらいがその遅れがもっと長くなっているので、まあ、遅れているだけじゃなくてその遅れがどんどん長くなっているということを強調したいと思います。So we have analyzed the 51 reactors that came online over a period of 10 years. で次は51基が10年間、稼働したものを分析しました。The average construction time is roughly 10 years. 平均的な建設時間は、約10年間です。However, theIt varies from about 4 years to over 40 years. しかしその中のばらつきが大きくて4年から40年かかるっていう、43年です。So we see that some countries have had very, as a minimum, pretty amazingly low figures, around 4 years, up to 5 or 5.2 years. So very,You know, excellent, apparently excellent performance. Sure. When is the starting point? When do you say it's starting? Construction start, this is like the technical definition for construction start is when the base map of the reactor building is concreted. That is the technical definition of construction start.So we are not taken into account any kind of site preparation, access roads, you know, everything that is linked to the preparation of the site. So it's the technical concrete that is poured for the reactor building. はい、質問は、建設開始っていうのはどういう時点ですかというご質問だったんですけれども、私たちは、テクニカルな、開始っていうふうに見てまして、それが、原発の、コンクリート、最初のコンクリートが、する時は始まりっていうふうに、だからその前にいろんな準備があったり、道を作ったりいろんな準備があるんですけれども、それは、建設開始ではなく、そのコンクリートが作った時に始まりっていうふうにカウントしてます。So in reality, like for the ordinary citizen looking at it at the side would say this has been under construction for several more years.だから普通の市民の目から見れば、この建設中のはもっと長いっていうことはあると思います。And often a lot of money is already invested. しかもその、テクニカルな開始、オフィシャルな開始の前にお金もたくさん使っていることもあります。And the end of construction is with the first generation of electricity.で建設の終わりっていうのは、発電、初めての発電ができた時点です。So we've seen some very low numbers and we've seen some extraordinarily high numbers of construction times. なので、まあすごい結構短い、比較的に短い建設時間もありますが、とても長いのもあります。However, we have learned that safety reviews, quality control are not handled the same way from country to country. しかし、国によって、安全基準とか安全の、インスペクション、安全の、ものは、みんな同じではないということは分かりました。And we know from experience that quality issues are one of the key delaying factors. For example, if a concrete piece of concrete is not made according to technical specifications, it has to be destroyed and has to be redone. That takes a lot of time.
で、まあ、経験から言いますと、クオリティですね、そのクオリティが一番あの遅れをの原因となっています。例えばあのコンクリートを作ったんですけど、それがちゃんとした基準になってなければ、そのコンクリートを破壊してですね、また一からやり直しになるので、まあ、それが遅れの原因となります。 But we know now that in the case of Japan, for example, already over 10 years prior to Fukushima, there was a huge scandal on qualitycontrol issues and especially falsification of certificates and procedures. 例えば日本なんですけれども、福島 の, あの事故の、10年前ほど、データがですね、作られて、あの嘘のデータがたくさん出てたということはありました。That saves time. それがすごい早いですね。We have the very similar cases in Korea. We know now that we had for decades similar practices in France. 同じようなことは韓国でもありまして、フランスでさえでもあのそういう、こう時間の稼ぎのために、やっぱりその安全基準を守らないっていうことはあります。And the other country really exceptional in terms of time is China. But what do we know about quality control in China? で、中国はとても早くあの建設時間あの早くあの原発を作るんですけれども、あの中国のそのクオリティコントロールはどのぐらいしてるのかって思うと。Now an important indicator to look into the trends.Is how many new constructions are actually started up? もう一つの大事なポイントは、新しく建設開始はどのぐらいあるかということです。And as we see here in the high times, this was like 44 construction starts in a single year.一番高いところでは1年間で44建設開始があります。 As we've seen before with other indicators, China really plays a key role over the past 15-20 years. で、前にもあの言ってますけれども、この10年15年では中国はやっぱりあの大きな役割をしてます。 So China was the exception. The question now is the exception already over? で、中国は今まであの例外だったんですけれども、あの今のあの大事なポイントは、その例外がもう終わったかどうかということです。I don't know. It's too early to tell. But if we look at the numbers, 10 units out of 15 in the world where construction was started in China in 2010.私もわからないですね。ちょっとまだあの早いあのその、終わったかどうかという判断はなんですけれども、15の、建設開始、2010年ですね、15件 の, その、建設開始のうち10件が中国だったということ。Now in 2015, it was globally 8, of which 6 in China.で、2015年では、全世界的にはあの8基の建設開始がありましたけど、そのうちの6基は中国。In 2016, 2 in China and 1 in Pakistan by a Chinese company. で、2016年になると中国では2つ、パキスタンに1つなんですけれども、パキスタンは中国の会社が建設していることです。But the most amazing really is 2017 because as we speak, there is not a single new construction start that took place in China in 2017. でもあの今年2017年は一番すごいんですけれども、あの今の時点ではあの中国ではあの今年は新しくその建設開始はないです。So until the middle of the year, there was only one officially that was in India. And then there's this
strange questionable reactor in South Korea. And one additional reactor construction started in Bangladesh, just recently, a couple of weeks ago. で、まあ、今年、の真ん中ぐらいまでは建設開始はインドは一つで、さっき言ったその韓国のあったかないかっていうのは一つで、もう一つはバングラデシュ一つの新しくこう建設開始がありました。 None in China. でも中国はなかった。So I'm looking very much forward to finding out more about the background as I'm leaving from Tokyo to China next week. で、東京から中国に行くんですけれども、とても楽しみです。Now, in the absence of major building, it's no surprise that the average age of nuclear reactors in the world is increasing steadily and stands now at 29.3 years.で、まあ、新規原発が建設して運転されない流れの中で、それを、まあ、それを考えれば決しておかしくない。それは何かというと、原子炉の年齢、全体の世界の原子炉の年齢が上がってきているということです。現在 29.3 年です、平均年齢。 Way over half of theworld reactor fleet now operates for 31 and more years. で、世界の原発のですね、もう半分以上、半分というかもう結構半分より量が多いんですけども、は31年、以降というか31年より古くなっている原発です。64 operate for 41 and more years.で、世界の原発の64基は40年以上のものですね、41年以上のものになってます。So these are getting really old machines. ですから非常に古い機械を古い原発を動かしているということになります。 Here we have the Japanese situationan average, if we take into account all of the reactors, the 33 reactors that are actually not generating power right now, that are in long-term outage, the average age would be 38 years.ですね、この今33基動いてない長期運転休止している原発を考慮しなければですね、今平均年齢が平均年齢が38年になります。 And it's interesting to see that the five reactors that are currently generating power are amongst the older ones.で、現在5基の原発が日本で動いてますけども、これはご覧のように古い方のに入るわけですね。古い原発のです、比較的。 Now the only exception worldwide is China with 37 reactors and an average age of 7 years. で、全体の世界中の原発の流れっていうか状態とは随分違って、中国ですけども、中国の原発の年齢はこの37基平均7年です。 I have to go back to the Japanese. This is 38 reactors, not years. ごめんなさい。この、はい、38基ですね。38基の原発、の平均年齢が 27.8 です。これは日本ですね。I'm going to jump that one. And a few words on economics. Because this is probably the year where economic and financial developments in this industry have played out in an unprecedented way.で、最後にいくつかの、まあ、ちょっとスライドをお見せしたいのはですね、その原発の経済性問題、財務状況、それについてお話ししたいと思います。特にこの1年間、それが非常に重要な要因となってます。So we have the stock market value of TEPCO on the top and Toshiba down here. And what is interesting to see is that, you know, with little surprise,
the stock market value after 3.11 plunged in a dramatic way. But look at what happened before. I mean, the level was already roughly half of the value than the peak the TEPCO shares had in 2007.これご覧のように上の方が東電下の方が東芝なんですけれども、でこのように株価の移行が見えるわけですけれども、もちろん 3.11 以降例えば東電ですね、この株価がガタンともう劇的に下がったわけですけども、でもよく見てください、ここよく見るとですね、もうすでに 3.11 の前にどん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 減って少なくなっていってたわけですね。ピークは2007年でありまして、そこからまあ大体半分になっていたわけです。半分株価が下がっていたわけです。50%。And we have a similar pattern here, steep decline for Toshiba. 東芝もちょっと同じようなパターンというか、今示したところがガタッと株価が下がりましたね。And which was hit again severely.When its daughter company, Westinghouse, went bankrupt, earlier this year. で、まあ、それが2008年、9年の中ぐらいに起こるんですけど、もう一度、まあ、今年の初めにですね、ウェスティングハウスが、まあ、所有してたウェスティングハウスが破産した時ですね、破綻した時の、に株がまあガーンと。少なくなった、減ったわけです。下がったわけです。Now, if we go to France, we have a surprisingly similar pattern of stock market value decline. で、フランスもですね、まあ、非常に驚くべき、非常に同じようなパターン、売買市場ですね、株価が下がっていってるわけです。So, we have a decline here from 86 euros down to below 10 euros. So, EDF. 上の方は EDF ですけども、フランスの電力ですね。これもですね、株が86ユーロから10ユーロ以下になっています。Now, EDF, Electricité de France, is the largest nuclear operator in the world.EDF はですね、フランス電力の会社ですけども、世界で一番原発を所有している会社です。It operates all 58 French reactors plus 15 reactors in the UK. で、この EDF はですね、フランスの58基の原発すべて所有して運転してまして、で、さらにイギリスの15基を所有しています。Areva, which is a nuclear builder and service company has had a decline which is even more dramatic. で、アレバ社ですけども、これはその原子力施設の建設そしてサービス産業ですけども、株価がのが下がるのがもっと劇的に下がってます。 The company went technically bankrupt inbetween 2016 and 2017 and was bailed out by the government, but with the decline of the shares continuing, the government decided to delist Areva from the stock market. So it's not listed anymore. ね、ご存知のように事実上破綻したのが2016年から2017年の間ですね。で、まあ、結局フランスの政府はまあ、救ったわけですけども、アレバを。でも あまりにも業績が悪いので、上場廃止されました。 The company was basically broken up into pieces and the reactor building
part went to EDF, which is probably not a gift.ですね、でまあ会社はですね、分割されまして、そして建設部門の方は EDF の方に持っていかれました。でこれは結局は EDF にとってはまあいいニュースではないではないでしょうか。 Now both companies were roughly 85% government owned, so we're talking state companies. EDF もアレバ社もですね、ざっくり 85% が政府が持っているので、所有しているので、結局はこれはもうその政府のお金がこういうことになってしまっているということです。 Now the problem, and I'm not going to go into this, but the problem in the electricity market in Europe is such that competition has become ferocious and EDF is losingsomething like close to 100,000 clients every month. で、最近はですね、ヨーロッパの電力市場はものすごい競争が行われてて、すごい競争なんで、EDF はもうひどい目に遭ってましてですね、毎月10万のクライアント、顧客を失っているっていう状況です。毎月。Now, to leave a little French here in this room as well, I put this slide in. This happened 3 weeks ago on the 14th of November in the 8 o'clock news on French public television.最後にちょっとフランス語も入れてみようと思いましてですね、これはですね3週間前にフランスのテレビで行ったんですけれども、11月14日ですね、の夜8時のニュース。 Don't look for it in the paper, you won't find it. 新聞に出てないからね。 Just concentrate on the screen. そう、スライドには出てなくて、はい、スクリーンをぜひご覧ください。So the amazing thing here is that, you know, a traditional conservative economic affairs commentator in public television asks the question, EDF, can it disappear?これ何がすごかったかというと、これがとても、まあどっちかに言うと保守的なニュース番組なんですけれども、そこで、そのアナウンサーというかインタビュアーは、EDF が消える可能性があるのかということを聞きました。 So we have a completely new situation where openly is being discussed the very deep existential crisis in the nuclear industry.だからこれがとても新しい状況だと思うんです。テレビでこういうオープンにこれだけの問題、この原子力産業は残ることができるのかっていう、そこまでその存在さえも疑問に持っているということをテレビでオープンで言うようになったんですね。Just a few, a couple of more slides on stock market values. Here we have the KEPCO shares, and it's very interesting because it's like the total exception, like a rising stock market value in the country until fairly recently, until the middle of 2016.で ちょっと株価の方に戻りたいんですけれども、今度韓国のケプコっていう会社なんですけれども、これが例外ですね。これが他のところに比べたらちょっと違うんですけれども、これが株価がどんどんこう上がっていくんですね。でそれがもう本当に最近、16年ぐらいまでは上がっていたんです。 However, as you can see hereThe decline has already been pretty steep, getting into 2017. Main reason being several reactors offline, construction that is being delayed. Very similar problems as other countries.
しかしここで見えるように2016年からですね、急激にちょっと下がっていまして、17年とかに入るともう結構低いんですね、株価が。でこれが他の国と同じような理由であって、いくつかの原発が今オフラインになってあと建設が遅れているとか、同じような理由でこのことが起こっているんじゃないかなと思います。 And then President Moon was elected, in May 2017 and announced, a little later that the country would engage into a long-term nuclear phase-out policy, which was dramatically differentFrom previous governments. で、そして17年の5月にですね、ムーン大統領が当選して、でそのちょっと後に、やっぱり脱原発の政策を発表しまして、でこれはもう本当に今までと全然違うことになります。 And hardly 6 weeks after he was elected, he went to the oldest nuclear reactor in the country and shut it down.で当選してから6週間なんですけれども、韓国の一番古い原発に行って、そこに正式に入ろうというアナウンスをしました。So if there were any doubts here, investors were pretty clear at that point what he meant.でその時までいろんな疑問があったかもしれないんですけれども、これはもうはっきりですね、投資家とかは分かって、これは脱原発だということははっきりしましたから。 However, he had, there was a citizens committee which, also had a sort of an internal vote on a few hundred people that had an internal vote on the future of the nuclear programand voted in favor of, the completion of two reactors that were under construction. しかし、その後、討論家委員会っていうのを設立しまして、これは数百人が入っている、市民がこう入っている委員会なんですけれども、これがいろんな議論して、この国の原発政策について、決めました。でその中に、結果としては2つの今建設中の原発を、それを原発終了しますということを決めました。動かすということを仕上げる、建設を仕上げるということを決めたわけです。 So for a few days, investors were very optimisticUntil the government clarified that this didn't change anything in the long-term perspective of the government plan. で、数日はですね、投資家が大喜びで、大丈夫だと思ったんですけれども、その後やっぱムン大統領がちょっと確認しまして、脱原発は変わりませんよっていうことを確認したら、また下がりました。So it goes up and down and up and down. アップダウンが激しいということです。Oh, this was, I just, I met, Moon, Mr. Moon when he was an MP 3 years ago, and, this is not that I'm taking any credit for what he's doing now, just to clarify. これは3年前、ムーンさんにその時は議員だったんですけれども、私お会いしたんですけれども、でもね、そのね、大統領になっての政策は僕のせいじゃないですからね、ちょっとそれを正解じゃないんですけれども、それをちょっと確認したいと思います。But I must say, I was very impressed, about the understanding of the nuclear systems by Moon. It was really unlike many other politicians that talk about the issue but don't have an idea about it.しかしその時、お会いした時にですね、やっぱりムーンさんのその原子力、原発の理解はとても深くて、とても印象的だったんですね。他の、議員とかはね、いろんな原発についてお話しするんですけれども、あんまり理解してないところが多いと思うんですけれども、ムーンさんは本当にその理解がとても深かったっていう印象でした。
Now, CGN is the only Chinese company that is listed on the stock market. And as we can see here, it was introduced on the stock market in 2014, and investors were extremely optimistic, but it didn't last. 今度は中国なんですけれども、CGN という会社がありまして、これは唯一中国の株市場に入っている会社なんですけれども、上場されている会社なんですけれども、これが2014年、上場されたんですけれども、その時はね、投資家がみんなとても興奮していたんですけれども、まあ、長持ちしなかったんですね。And as we see, the value dropped by over half, more than half, since 2015. で、まあ、ご覧の通り、2015年から、株価は半分ぐらい落ちています。半分以下落ちています。And never got back up. で、もう戻らないですね。That is very surprising, because it's a market where reactors are under construction, where there's business.So you would think that this is a, you know, an optimistic situation for investors. これはとてもびっくりすることなんですけれども、中国の市場は原発市場は活発してるはずですよね。建設もありますし、いろんな産業はあるはずなんですけれども、投資家はそれすごい好むはずなんですけどね。But we know now that the Chinese construction programs have the same problems as the others. So we see massive delays, cost overruns, we see quality control issues. So nothing's really fundamentally different. And that becomes now clear in the construction program. And thus, investors are a lot less happy than they used to be in the beginning.しかし中国も他のところと同じような問題が出てきまして、やっぱりコストが高く最初の予算オーバーになるとか、また遅れも出てまして延期になって、そしてクオリティコントロールの問題も出てきてるんです。でそれがやっぱり投資家はそれを見てやっぱり良くないっていう判断をしてるんですね。I'm not going to go into details here, but it basically shows that rating companies that rate industrial companies have downgraded most of the large utilities that operate nuclear facilities, especially in Europe.この表は詳しくはお話ししませんけれども、でもその、原発の信用格付けをする会社がですね、どのように格付けしているか、そうですね、原発というより企業の信用確率ですね、企業のその原発を動かしている企業 の信用確率をしている会社で、これは欧州、主に欧州なんですけれども、まあ、格下げしているという状況、そういう全体の流れがあるということを示している表です。Now, the last chapter, always traditionally compares, some, renewable energy technologies in their performance with, nuclear power.So I'm rushing through here a little bit to gain some time. ちょっと時間稼ぐために少し早くこのスライドをいくつか見せますけれども、プリントアウトにありますのでご覧になってください。で、この私たちの世界原子力産業現状報告はですね、毎年少し最後の部分のところにこの再生可能エネルギー、自然エネルギーの状況を示してまして、ちょっと原発と比べています。The key message here is that you see that this quite substantial drop of investments in renewable energies between 2015 and 2016.で、これ主な状況を言いますとですね、2015年から2016年の間にですね、結構投資が減ったんです。自然エネルギーの投資が、このバーグラフでも分かるように。But in fact, the drop is essentially due
to the price drop and not to the less investment in the sense of less capacity added. でもこれはですね、容量が減ったっていうわけじゃなくて、コストが下がったんです。ですから、その投資額は下がってますけども、これは容量、電力の容量が下がったっていうことではないんです。So on average, the prices per kilowatt dropped by about 29% in a single year, which is dramatic. たった1年の間にですね、1キロワットアワーで、の電力を作る値段がですね、29% もその1年で下がったわけです。これは大きな、大きな、変動です。Now, these are the top 10 countries. China is by far the largest investor. In renewable energies. 自然エネルギーの投資ですけれども、その、トップの国から示しているんですけれども、ご覧のように明らかに投資のトップはもうダントツと中国です。If Japan continues to drop to lower investment, it's going to be not even within the top 10 anymore.Pretty soon. で日本はですね、この今の傾向のように投資が減っていったらですね、世界の自然エネルギー投資している国 の, トップ10にも入らなくなってしまいます。 Now here we have the build up in China、which is、no sorry this is global. This is global, so we see the increase in installed capacityfor wind, for solar, compared to nuclear power. これはですね、世界全体ですけども、風力の、それから太陽光、原子力の、移行ですね、設備容量です。で、どんなにこう違うか分かります。設備容量、風力と比べて原子力。This is the production. So this is actually the more significant, slide because it tells you what comes out of it.で左側より大事なのが右側で、これは結局どのぐらいの電力を生み出しているかっていうものを示しているものですね。だから右側の方がまあ大事な重要なグラフです。 And now since climate change has become a top issue in this connection, we have indexed the numbers in 1997 because that's when the Kyoto Protocol was signed.で温暖化防止が非常に重要な要因になりましたので、1997年、要するに京都議定書の年、そこをと比べて年間の発電量を示しています。 So we have looked at how much electricity has been added to the situation in 1997 by wind, by solar power and by nuclear power.ですから1997年以降どのように追加されていったか、発電量が追加されていったか、それを示しています。各部門ですね、風力、太陽光、原子力。 And we see that wind alone has added roughly five times more than nuclear added over the same time. で例えば風力一つとってもですね、この間1997年以降、原発の増やした量より、5倍多いわけですね。 Now here's another very important phenomenon, which is record low prices that are achieved in auctions for renewable energies.これはですね、非常に大事なことを示しているページです。でこれはですね、どういう現象を見せているかというと、価格、コストが下がっているということですね。 In fact, it's already outdated. 自然エネルギーのコストが下がっている。でこの表を今年作ったんですけども、これ古い、そのぐらい状況がどんどん変わっていく。 So the lowest prices we see now is below $20 per megawatt hour.今現在、今日現在ですね、太陽光で見る一番の安いコストは、メガワットアワー、20ドル以下ですね。はい。1メガワットアワーは20ドル以下にまで下がってます。Now, to give you the comparison, the averageproduction cost just for operation and maintenance
for nuclear power plants in the United States in 2015 was $35 per megawatt hour.それと比べて今申し上げましたね、作るのに一番最短少ない値段が20キロ、20ドル1メガワットアワー。それに比べてですね、例えば比較すると原子力、これはもう建設済みのもので、これ運転をすること、それからメンテナンスするコストだけでも、米国では2015年のコストは1メガワットアワー35ドルでした。So not to be precise, not counting investment. ですからこれはその建設する投資も全く含まないで、運転するコスト、メンテナンスするコスト、それだけで、でも35ドルメガワットアワーだったんです。So new solar is cheaper than existing nuclear.これは何を意味してくるかというと、もう建設済んで運転している原発よりも新しい太陽光の電気の値段は少ないということです。So just quickly a couple of countries. Here we have China with this huge build-up in capacity, and you know.This is accumulated number of, for solar of 78 gigawatts. But, yeah, sorry, go ahead. ここは左側は中国ですね。で、この太陽光ですけど、これは累積78ギガワットアワーです。ギガワット。ごめんなさい。アワーじゃなくてギガワットですね。It's not production, it's capacity. So,ごめんなさい、これは設備容量のことを今言っています。78ギガワット。 So we're expecting for 2017 that China will add about 54 gigawatts in one year. 私たちが今予測しているのはですね、2017年、その1年、この結果的に今年どのぐらい設備容量が追加されるかっていうと、54ギガワットです。 Five years ago, Germany was world champion in building photovoltaic capacity with 7.5 gigawatt. Compare that to 54 in China. 5年前はですね、ドイツがもうトップでした。1年に 7.5 ギガワット設備容量を追加した。それに比べて今年中国54ギガワットになるわけですね。すごいです。So obviously the outcome is that even if you just take wind, it, you know, wind power plants generate more power in China than, nuclear power plants. 結果的にですね、例えば風力一つとってもですね、風力発電の方が原子力より電気を作ってるわけですね。発電量が多いんです。Now, we have the EU where you see that nuclear is actually even negative, so is generating less power than it did 20 years ago. これ EU ですけども、これは原子力はもうマイナスにいってるわけですね。要するに20年前よりも作ってる電気の量が減っているわけです。Well, there's a huge build-up in solar and wind. それと比べて太陽光と風力がものすごく伸びている。That's India. インドですね、今度。And we also see some spectacular build-up, acceleration of build-up in wind and solar. ここでも風力と太陽光ものすごく伸びているのが見えます。Now it's between wind and nuclear. It's been going who's first back and forth. インドでは発電量ですけども、原子力と風力とどっちのが一番多いかっていうのを交差してんですね。どっちが一番かみたいに行ったり来たり。But it's been so slow the nuclear build-up over the past two years that even solar.Added more electricity than nuclear. でもこの2年間原子力の増える状況が非常に少なかったんで、
この2年間あの太陽光だけでももっと多かったんですね、原子力の追加量を比べて。 Now, I'm not going to read all this. You have it on paper. これ全部読み上げませんけれども、最後のスライドで。But let me make two points. The first one is that we have seen a dramatic sort of acceleration of the financial and economic crisis of nuclear companies. あのでもまとめて、まあ、2点申し上げたいと思います。それはですね、あの原子力産業 の, あの経済状況、金融状あの財務状況が。あのものすごくドラマチックに変動しているということです。Now, this has locally dramatic consequences, like for example in South Carolina, where the nuclear construction was abandoned. It's something like $7.5 billion where the capital is being destroyed, and where today the electricity payeris spending 20% of the bill for a project that has not delivered anything. ですね、例えばですね、まあ、それはあのいろんなあのふうにあのその現れるわけですね。例えばローカルではあのその産業がものすごく劇的にあの状況が悪くなっているのは、例えばサウスカロライナでプロジェクトが今もう大問題になっているんですけど、原子力のプロジェクト、地元ではですね、あの結局あの75億ほどのドルですね、75億ドルの投資が一夜としてまあダメになった。で結局はあのサウスカロライナの消費者はですね、電力 の, あ の, そのコスト毎月 20% はこ の, あの投資がダメになったからあの電気代として払っているわけです。 Now the owners have promised that they will lower the electricity rates accordingly and have the burdenspread out over 50 years of the shareholders, back. であのこの電力会社のオーナーはですね、あの企業はですね、あのこれは消費者に負担を与えないように、あのこの50年間あの株主、要するにあの株主が、50年間かけてこの損失を支払っていくっていう仕組みにするというふうに約束してます。 Westinghouse went bankruptand threatened the very existence of an old established fabulous company like Toshiba. 例えばウェスティングハウスが破綻してですね、東芝のようなもう非常に長く、まあ、健全にものすごく、まあ、うまく運営してた会社っていう、そこをもう破綻の危機に置いてるわけですね。Now, all this has dramatic consequences for many people, but they're likely economic or financial. There's a second point which worries me most, is if you have bankrupt companies that operate high-risk facilities, you don't need to be an expert to realize that it's not necessarily the most healthy situation.ですから、あの今申し上げたように非常にドラマチックな状況が、まあ、経済的にそして財務的に起こっているわけですけど、で起こっていくわけですけども、あの先ほど申し上げたこのスライド全体で2点申し上げると言いましたけど、その2点目の方です。それがあの最後の下の段落ですけれども、これは私にとって今一番非常に心配あのするポイントです。それは何かというと、破綻している会社、破綻していく会社が非常にリスクが高い施設を運転する運営する、それを考えると、あの専門家でなくてもですね、これは非常にやばい状況だということに気づきます。 Be real attentionby decision makers, by the public, in order to avoid that this situation will turn in additional devastating disasters.
ですからこのような状況はですね、しっかり注目するべき状況で、それは何かというとディシジョンメーカー、要するにいろいろ決定する決定者、あの各国の決定者、それと一般公衆、一般の市民がですね、この状況をしっかりあの見極めて、そしてあの対応しなければいけない。でなければあの今後あの原子力の大惨事が起こっていくということです。 Thank you very much. 事故が起こっていくということです。どうもありがとうございました。マイケルさん、どうもありがとうございました。とても、有意義なあのプレゼンテーションいただきまして、どうもありがとうございます。先ほどいただいたですね、あの、お話で、あの今最新の価格だと、メガワットアワーあたり20ドルになっているというお話でしたけども、つまり、キロワットあたりだと2円とかですね、そんなレベルになってくるわけです。2014年に日本政府がですね、出した試算だと、原発の新設で新設した場合ですね、10.1 円という価格が出ているわけですね。だいたい5倍ぐらいの価格になっているわけです。比較対象になるのかなというところがあるわけだと思います。で、今ですね、こちらの方ご来場いただきました、議員の先生方 のご紹介をできればさせていただきたいなと思います。近藤昭一先生、立憲民主党の近藤昭一先生いらっしゃっていたんで、あ、もうお帰りになった、はい。で、あと山崎誠先生もいらっしゃっていただいていたんですが、お帰りになったと、すいません。あと、希望の党 の田島かなめ先生もお帰りになった、すいません。あと希望の党の伊藤俊介先生もいらっしゃっていただいていたんですが、お帰りになったということですね。4名 の議員の先生にいらっしゃっていただいていました。どうもありがとうございます。では、簡単な質問を、少し、もしあれば、15分ぐらいございますので、やらせていただきたいなと思うのですが、ちょっと何人か試させていただきたいので、何か挙手いただいてもよろしいでしょうか。ある方なければとりあえず、すいません、2番目のスライドで、これ世界の原子炉の運転開始と廃止という図なんですが、2011年のところで廃止がこれ25基ぐらいですか。これは、日本の原発のことを言って、これは要するに廃止の定義はどういう定義ですか。 Yeah. These are not only Japanese, these are mainly Japanese that have been decided later, not in 2011, but later.We are counting shutdown means last day of electricity generation. はい、これはあの日本だけじゃないです。日本は多く入ってるんですけれども、yes. だけじゃないですね。で、これは2011年以降、その後決めたその、シャットダウンというか中止、廃止が決めた後も足していく。ということになってまして、で、2011年以降廃炉を発表した、原発 でさらにその2011年に例えば発電をもう終わっていて、その後決定した場合は、2011年のところに達しているというので、ここがちょっと伸びている感じになっている。あ、そういうことですか。はい、わかりました。 So it includes also for example German reactors, but they were decided to be shut down in 2011 and they never reopened. In Japan or other countries, reactors are shut down. Look at Monju. Monju was closed. Last electricity generation was in 1995. Is that right? I think it was in 1995. Yes. So it's not been operating for 20 years, for over 20 years, but...Officially, the decision was not taken, not to reopen it. So for us, it's not closed yet. It's only closed when the decision is officially announced. And then, Monju, for example. I know, it is officially. So we changed the number in 1995. ということは、
この図そのものも何年か経つとまたその古いところのデータがプラスされる可能性があるということですね。はい、そうです。ですから今どん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 長くなっていってるんです。今わかりました。他にご質問。今ちょっと文字のことで長く話してたんですけど、それは要するに全然違う例で、例えば文字だともうやっと最近もあの閉鎖廃止になったけども、結局1995年から電気作ってなくて、そのままこうその電気を作らず止まって、そ動いて電気作ってなかったから1995年のところに達したんです、去年。他に、あ、そちらの方お願いできますか。あ、ご講演ありがとうございます。あの質問2つあるんですけれども、1つはアメリカでその多くの原発廃止になってますけども、ほとんどが経済合理性といいますか、経済的なコストが問題になって廃止されていますけれども、でその中で特にその、ジョージア州では州政府として、その経済的コストを合理性に見合わないということで計画を止めたということがありましたけれども、日本政府のチェックはほとんど技術的側面しか判断基準ございませんけれども、そういうその経済的コストを判断基準に持っている国というのは他にもあるのかということがまず1点です。はい、やめた方がいい。まずこの1点になります。はい、We have to distinguish. There's reactors that are in operation and there's reactors that are under construction. In the reactors that were, where the construction was stopped was in South Carolina. The other, and that decision was not taken by the regulator. It was taken by the builder, the utilities. So basically the utilities pulled the plug on the project.はい、ちょっと区別しないといけないと思うんですけれども、稼働している原発と建設中の原発というのがありまして、でサウスカロライナ州では建設中の原発はその建設を止めたんですね。でその止めたっていう決定はレギュレーターは、だから行政は決め、規制当局は決めたんじゃなくて、それがその作ってる会社が決めたわけです。In Georgia, the two reactors are officially still under construction, but the Public Service Commission, which is the energy regulator in the state, it's not national, it's not federal, it's the state.Has in a report from 1st of December, has said it's not economically viable, so it's not competitive compared to other alternatives to finish the two reactors. But this is not a final decision. It's a staff report, which will be introduced into the process of evaluation. Now, this is on state level. It's not on national level.はい、でもう一つはジョージア州なんですけれども、この原発はまだ建設中、オフィシャル正式的にはまだ建設中である。しかしまあ、さっき言ったように、その州の、エネルギー当局は、12月1日にレポートを出したんですけれども、そのレポートの中に、この原発は、経済性がない、要するに競争できない、価格は高すぎるということですよね。でこれがただのレポートなんですけれども、報告なんですが、これが最終決定ではないです。だからこの、報告はその決定プロセスに入って、州のレベルで、国のレベルじゃないんですよ、これジョージア州のレベルでどうするかということをこれから決定していくということです。Now, for operating nuclear reactors, there is the Nuclear Regulatory Commission that looks at the technical side.
であの原発の運転についてですね、NRC っていうあの、規制あ の, のところがあるんですけれども、これがあの原発の、テクニカルなところを見てます。技術的な、はい。So the Public Service Commission, if the regulator, if the NRC says okay, technically okay, the state commission can say, well, we, you know, it's economic or it's not economic, and they can also decide to subsidize, for example, if it's not economic.で NRC はあの技術的に OK ですよっていうふうに許可を出すわけなんですけれども、その後その州の、コミッションが、その中に、まあ、その技術的には OK なんですけれども、経済的にはどうでしょうということを検討するんですね。でもし経済性がなかったら助成金出すとかいろんなことをそこで決めていくわけです。 And the UK, just one sentence, more sense on other countries, it's very complicated, butThe UK, for example, has a so-called justification clause. So they must demonstrate that there is an economic, that a project makes economic sense.でまあ、国によって全然違って、その詳しくちょっと言わないんですけれども、例えばあのイギリスではですね、英国はあのその決めるときに、経済性がないとダメですっていう、こう規制があるんですよね。でもこれは国によって違うということです。正当性を証明しなきゃならないということです。ですね、あのアメリカの NRC は、地元住民の避難計画ができない原発はもう福島を検証して廃炉を決定してるんですけども、日本の場合にはあの地元自治体が避難計画できてなくても次々と小さな原発から再稼働しておりまして、まだあの新潟の柏谷原発は7基沸騰水型ですけども、東電は6と7の再稼働を申請し、規制委員会は合格出しましたけども、日本のその原発の再稼働はただあの電力の供給というわけではなくて、首都圏ではもう電力過当競争ですし、光線量の方は 50% 以上新電力移ってますから、柏谷の再稼働必要ないんですけども、まだその国が、規制委員会とか国が原発再稼働ということは、あの核保有を目指すためのプルトニウム の備蓄を原点にあるということなんでしょうか。その辺ちょっとあの具体的に教えてください。多分アメリカはニューヨーク州のショーハム原発が避難計画できなくて廃炉決定して、で日本ではあの愛媛の伊方原発は西の方の5000人はもうほとんど避難できませんけども、もう再稼働決定しておりますしね。で柏谷原発の半径30キロももちろんシェルターもありませんし、もちろん避難計画もできておりません。それが今の現状なんですけど、ミサイルテロ対策も全くできておりませんし、あのつい最近ですね、あのイエメンのバラカ原発の建設中のバラカ原発が、すみません、ちょっと翻訳中でですね、はい、そういうふうにどんどん追加されていくと大変なので、はい、すみません。 Well, it's a little tricky for me to say what the Japanese intentions are, right? あの私にとってですね、日本はどういう意図であるということはちょっと僕としては判断できないところはあると思うんですけど、 I think we have a post 3/11 one situation which is pretty clear is that a number of operators would go bankrupt economically if they had to movereactors that are currently not operating from asset to liability in the accounts. 日本の場合はですね、やっぱりあのこのポスト 3.11 の時代ではあの運転してるその、会社はあのやっぱりもしその、資産である、原発は資産ではなく、負債
に移動したら、その会社 の、 経済状況はとても悪化する、とても大変なことになるということは確実だと思うんですけど、破綻するんですね。So the economics play a big role. And I think that, you know, if you look at the ownership structure, big banks own utilities that own nuclear power plants. That's very roughly the scheme. And there is a very, very direct interest link between these players and politics.で日本の場合はですね、やっぱり、まあ、経済はとても大きな役割だと思うんですけれども、大きな銀行はその原発を運営している会社と、まあ、原発とすごくつながっていると思うんですね。でこれもやっぱり大きな要因ではあると思います。 To me, any evacuation plan is illusion.あ、すいません、さっきの、スイカなんですけど、さっきの銀行と原発はつながってて、それがさらに政治とすごく密着しているので、それが大きいと思います。で今避難計画というのはありえないというか幻想だと思うんですね。People have the feeling that Fukushima was a worst case scenarioIt was not. 世の中はやっぱ福島第一の事故は世界もう最低な例だというふうに思っていることが多いと思うんですけれども、最低ではないですよね。最悪事故、はい、最悪ではないです。福島は You know that former Prime Minister Khan had a 10 million evacuation plan on the desk at the time、But we have done additional, like a group of scientists at Princeton University has done additional modeling. And you could have scenarios of 35 million evacuated. So who wants to, who could possibly evacuate 35 million? It doesn't make any sense. So I don't think that evacuation scenarios make sense in the US.And they don't make sense in Japan. Whether it's Kashiwazaki Kariwa or any other place. そうですね。この避難計画というのは幻想であるというふうになんか言ってるんですけど、例えば福島が事故を起こしたときに当時の菅総理大臣は1000万人の避難計画があったとかいうような話があるんですけれども、プリンストン大学と一緒にその分析を違うモデルを使ってやった人がいるんですけれども、それは3500万人を避難しなきゃならないっていう全くリアリティがない、そんなことできるわけがないような状態になるんですね。だから、まあ、米国でも日本でもその避難計画っていうのは本当に意味のないことだと思うんですね。柏崎刈谷でもどこでもそういうことはできないことはあると思います。 So to me it's like it's an illusion like building bunkers against nuclear weapons. So for how long do you want to stay in the bunker? 例えば核兵器に対して地下室避難室を作るとか、そういうそのような幻想なんですね。その地下室の中にどのぐらいいるのっていうこととか、やっぱりリアリティがないというふうに思います。では、時間15分になりましたので、休憩に入れて、休憩入れさせてください。で一度ですね、とりあえずご講演いただきましたマイケルさんにもう一度拍手の方よろしくお願いいたします。